統一無時代、または、ドリームモールは、台湾高尾市前鎮区に位置する2007年開業の複合商業施設。総面積は、台湾最大かつ当時アジアでも6番目、世界でも11番目の広さで、来場者数も毎年2000万人規模を誇る高尾、屈指の名所。開業以来、毎年年末年始に、高尾市政府主催で、年越しイベントが開催されている。 入居する日本企業では、統一夢時代とする例もある。全鎮区の再開発地区高尾、多工の経済貿易園区の一角に、統一企業参加の統制開発古墳有限講師が、投資、開発した。百貨店部分の前立てと、モール部分の五館で構成されており、両館は連絡橋でつながっている。五館は白長スクジラをモチーフにした青色の胸で、アイクジラ館と呼ばれている。 日記計画として、高層住宅とホテルを開業する計画が進行中。開業時は、百貨店部分とモール部分で、運営会社は共に統一企業に属していたが、別個の企業で免税手続きの条件やポイント付与なども別々だった。トモールの各店舗でフロアは B1 階から6階。アイクジラ館にある百貨店以外のモール店舗。フロアは、 B2 階から9階までと屋上で構成されている。当政開発講師が運営していた。牛古大道、潮流大道の通路は、クジラの体内をテーマに5月点のボーカルアシンと、台湾のデザイナー兼イラストレーター藤良が共同で、デザインした。また両者が共同で展開しているブランド、ステイリアルの、サブブランド、ロックココの店舗も出展している。など、 観覧車アイクジラ館屋上のアミューズメントパークに、高尾の目と呼ばれる直径50メートル、高さ102.5メートルの観覧車がある。地上高は台湾最高であり、直径は台湾で5市に数えられる。日本の泉明工業が設計、製造を監修し、中国鋼鉄グループの中高機械工師が組み立てを行った。イルミネーションのパターンは100種類以上ある。 時速約時速 10km で一周に15分程度を要する。高尾港、西湖湾琴吹山などが観覧できる。2008年4月1日にシースルータイプのゴンドラを導入。また、市内オープントップダブルデッキ観光バスの発着地点でもある。ありがとうございます。